皆さんこんにちは、岡八リノベーションです。今日からですね、新たに購入した中古住宅のリノベーションを開始するので、今回はですね、ルームツアーをしながらリノベーションプランとか予算とか、そういった内容をお送りしていきたいと思います。はい、で今回の物件なんですが、こちらですね、築51年の平屋になります。間取りは 3K で、延べ床面積は約55平方メートルです。6畳と 4.5 畳の続きの和室に、6畳の洋室と4畳のキッチンがあります。こちらが玄関ですね。トイレの横に洗面所があります。レトロな分電はですね、なんとブレーカーが3つしかありませんでした。電気屋さんもですね、珍しすぎて今も会社に展示してあるそうです。はい、でこちらが6畳の洋室です。そしてこちらが2部屋の続きの和室ですね。襖とかはすでに撤去しています。はい、でこちらがキッチンです。こちらが脱衣所とお風呂になります。図面にはないんですが、和室の外はこんな感じで屋根付きの庭というか土間があります。下水工事はですね、すでにされていて、トイレも水洗にリフォームされています。こちらの地域では下水工事がされていない築古の家は少ないんですが、この下水工事はですね、結構費用がかかる工事の一つなので、工事済みなのは購入決定のプラス要素になりましたね。はい、それでリノベーションプランなんですが、こんな感じでですね、部屋が細かく分かれているのは今のトレンドではないので、戸や襖、畳を撤去して、押し入れもいらないので壊して、約17畳の LDK を作ります。床の間はですね、解体して飾り棚を作ろうと思います。それから床の間横の押し入れは洋室側の収納に変更します。次に玄関なんですが、トイレ横の手洗いはあまり使い勝手が良くないので撤去して、玄関ホールを広くします。これだけね、スペースがあれば釣り具とかロードバイクとか、趣味の道具を置いたりするスペースにできそうですね。キッチンはリビングと対面式に作り替えて使いやすくします。そしてですね、なぜか脱衣所に洗面台がなかったので、これも新たに作ります。風呂はですね、壁に多少ひび割れがある程度でまだ使えそうではあるんですが、この際なのでユニットバスを新設することにしました。洗濯機置き場はキッチン裏に作ります。この家はですね、全体的にカビがすごかったんですよね。床下からかなりの湿気が上がってきている感じがありました。快適に生活ができるように、防湿対策や断熱などの性能向上はしっかりやっていきたいと思います。次に予算についてなんですが、今回も前回の物件と同じく150万円に設定しました。前回の物件はですね、2階建てでこの平屋より広かったんですが、水道工事が多いのと、ユニットバスの新設工事がある分ですね、外注工事費が前回よりもかさんでしまうので、この金額に設定します。今ですね、8月なんですが、12月から夏季の出荷シーズンが始まると半年ぐらいは全く工事ができなくなるので、なんとかですね、12月までの4ヶ月で完成させたいと思います。できるかね、ちょっと微妙なところなんですけどね。前回の物件は壁や天井を板張りにしたり、結構ね、手間をかけてリノベーションしたんですが、完成までに2年ほどかかってしまったんですよね。なので今回はスタイリングや機能性もある程度を保ちつつ、工期も短縮できるようなデザインにしたいと思います。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。もしよかったら高評価とかチャンネル登録をいただけると励みになります。質問や感想なども気軽にコメントいただけたらと思います。それでは次回から実際にリノベーションをスタートしていきたいと思います。まずは解体から頑張ります。ぜひご覧ください。